1483年の第2版はタイプ2とタイプ4が使われております。タイプ2はタイプ4より少し大きいんです。この場合には見出し語ですね、上のところにある。ランニングタイトルのところに The Man of Love's Tale 若干下にある t がありますんで、比較してみるとわかるんですけれども、見出しの t は少し大きい。できるだけ小さくして、たくさんのテキストを入れようというのが、もうこの頃、ジャクソンが意識したことだろうと思います。でこれ1枚だけでもいろいろ調べますと、いろんな面白いことがわかります。例えば、印刷活字はですね、これタイプ2と呼ばれているもの。タイプ1はっていうと、バーガンディで最初にブルージュで印刷したトロイの物語修正。これに使った活字。これはタイプ1であります。でその次にタイプ2となります。で、これがタイプ2が1476年。しかし私が持っているこのガラスのケースに入ったもの、説明文のところには1478とありますが、面白いことに、この年代がですね、だんだん早く推定されるようになってまして、現在では1476年、すなわち大陸から戻ってきたキャクストンが真っ先にやった大きな仕事の一つであるということで、そういう年号が与えられております。この先どうなるかわかりません。さて、第2版。これもですね、1484年という年号が与えられていましたが、最近は1483年であろうというふうに説明をされています。で、この第2版も現存部数は20部を下回ります。で、登場人物が木版で挿入されているのが特徴ですね。ちょうど私のコピー。これ完全ではありません。漢本は完全なものがオックスフォードのスン・ジョーンズ・コレッジに一部だけ現存します。あとは全部不完全本、インパーフェクトコピーであります。いろんなところが抜けている。で、私が持っているものもそうなんですが、で特に今日はですね、お見せしたいと思うのは、ここにある、ワイフ・オブ・バースの物語。ちょうどプロローグが始まるところです。フランクリン・ステイルが終わって、ここから始まるのが、ちょうど大文字で、ここから始まるよっていうことが書いてあるんですね。Here ends the Franklin's tale and follows the prologue of the Wife of Bath. ワイフ・オブ・バースの話が始まりますよということ。そして、ワイフ・オブ・バースが馬に乗って巡礼姿で描かれています。これは非常に面白い木版画でありまして、女性は何人かいます。カンタベリーへ馬で行く。例えば、女修道院長とか、このワイフバースもバースからやってきた女房という意味ですが、馬に乗って一緒に出かけます。ところが、女性ですから、馬に乗るときは横座りなんですね。で、ここでも横座りであります。しかし、本文見ますと、プロローグの中にあったと思いますが、女だてらに大きなつば広の帽子をかぶって、そして馬には男と同じようにまたがって乗っていたと書いてある。ということは、この版画を描いた人物はテクストの内容とは全然関係のない絵を描いていると。いや、誤った絵を描いた。まあそういうことがよくあるわけです。それから、こういった初期の印刷本においては、使い回しをやるんですよね。この挿絵に関して言いますとね。たまたまワイフバースはこれだけですけど。それからもう一つ注目していただきたいのは、彼女の右手のところ、肘から下にですね、長くて大きなロザリオ、数珠がかかっています。で、この数珠というのは、敬虔なキリスト教徒ということを象徴する一つの道具であります。ところが、他の、例えば、その前にあった写本を見ましても、数珠を持って馬に乗っているワイフ・バースを描いたのは一枚もない。これが最初です。で、面白いことに、このカンタベリー物語の第2版に登場する巡礼たち、いずれも同じ芸術家が描いたと思いますけれども、例えばその前の話、フランクリンズ・テールなんかでもわかりますが、フランクリンズは手に持たないで、首のところから首輪のようにして、首飾りのようにしてかけています。で、よくよく調べますと、すべての登場人物、カンタベリー10名ですが、数珠をかけています。これは The Squire's Tale に登場する The Squire。Squire っていうのは騎士の見習いですね。まだ騎士になっていない人物。で、彼も首のところに数珠を、まるでパールの、真珠の首飾りをつけているように描かれています。で、これは1483年の脚本版に顕著な一つの特徴です。で、従来こんなものに関心を払う学者いなかったんですけれども、ポール・ニーダムという脚本学者、プリンストン大学シャイデライブラリーの図書館長、もう引退しましたが、彼は、それに目をつけて、このカンタベリー・ピルグムスたちのロザリオだけ集めてきて研究論文を書いています。たまたま私が60歳になった時に、皆さんから頂戴した記念論文集、フェッシュリフトの中に、ポール・ニーダムは、年高宮のために、これを書くと言って、ルール、新しい、観点からの解説をしております。まあ、こういう面白い点が見られるわけですね。それから、一つ、ファクシミリを持ってきております。同じ、カンタベリー・テールズのセカンドエディションの写真版。非常にいい写真版です。はい。これは、製本もですね、現代に残るそのままの形でありまして、これ見ますと、サミュエル・ピープスの紋章が扱われております。で、サミュエル・ピープスといえば、17世紀の大古書コレクター。それから、イギリスの海軍を作るのに、非常に功績のあった人物の一人であります。そして、自分のコレクション。3000冊持っていたそうですが、写本、あまり写本はないですけれども、バラップなんかありますね。多くの印刷本、3000点のコレクションをすべてピープス図書館に移蔵して、世へ行っております。ですから、なかなかこの中に入って仕事をするのは難しいですね。確か、オープンになるのは1日に1時間しかないはずです。あとは、図書館長の特別な関係にならないとなかなか入れてもらえないんですけれども、その中にピープスがおそらく読んだんでしょう。非常に素晴らしい写真版としてキャクストンのセカンドエディションが作られております。これはちょうど1976年、キャクストンの印刷500年、これを記念して作られたものの一つであります。そしてこれ見ますと、ブックプレートが貼ってありまして、これは、ピープスですね。カツラをかぶった。サミュエル・ピープスは有名なことに、日記を書いておりますね。非常に私的な日記。で、教会へ行って女の人にいたずらしたとか、そういうことも赤裸々に書いている。ですから、秘めたる、ピープス氏の秘めたる日記っていうのが、岩波新書で出ておりますけども、まあそういうこと、関心がおありの方はどうぞご覧ください。この人物が持っていたもの。で、これは簡単ではありません。パーフェクトコピーではありません。2枚ほど足りない。そこでこれは、その足りない部分は、オックスフォードのセントジョーンズコレッジから写真版をもらって入れてある。まあ、そういう形のものですね。で、一方、私が持っておりますものは、もっといろんなところで不完全度が高いんですよ。その結果、例えば、ここは、マーチャンツという商人の物語のプロローグですね。ここに始まるんですが、こっちはまあいいんです。これは、キャクストンが印刷した。ところが、次のリーフが完全に欠けてるんです。で、欠けてる部分は裏表。これは、1532年のウィリアム・フィンのエディションから切り取ってですね、かわいそうに、1532年だってそんなに簡単には入手できないんですけど、それを入手した人物がこれを切り取って貼っている。で、貼るにあたってはおそらくちゃんとした見本があって、それに合わせるようにして、行数もなんとか同じページに入れてるという、そういうやり方でファクシミリを作っております。それから、先ほど申し上げるの忘れたかもしれませんが、初版はですね、活字がタイプ2なんです。ところが、この第2版、1483年の第2版は、タイプ2とタイプ4が使われております。タイプ2は、タイプ4より少し大きいんです。で、この場合には、見出し語ですね、上のところにある。ランニングタイトルのところに、The Man of Law's Tale。若干、下にある t がありますんで、比較してみるとわかるんですけれども、見出しの t は少し大きい。できるだけ小さくして、たくさんのテキストを入れようというのが、もうこの頃、キャクストンが意識したことだろうと思います。そういう違いがちゃんとあるっていうのも、お調べになるのも面白いかと思いますね。それから、依然として大文字で始まるところは手書きなんです。これ W なんですが、この W は非常に面白いことに、こう U を2つ重ねて、このような形でこれ W と呼ばせる。で、もう少し我々に馴染みの深い W の書き方もしてまして、ロッテヘリンガーはその違いによってルーブリケーターが違っていたんだろうという仮説も立てております。で、ありとあらゆる面白いことがこういうところから発見される。これを一つお伝えしたいというふうに思います。